阪神 OB が藤川新監督に直言、野手目線の有能なヘッドコーチが必要。阪神 OB の野尾宮敦氏は MBS 四ちゃんテレビの中で、会った方が選手に寄り添ってる時間が長い、うまく入っていきやすいので、コーチ経験なしはちょっと懸念はされますね、と語った。同じく阪神 OB の中田義弘氏は、藤川監督は投手出身で、先発も中継ぎも抑えも経験があるから、投手部門に関しては何の不安もないし、今のチームは投手で持ってると言っても過言ではないからね、とした。一方、藤川監督が球団では星野監督以来22年ぶりの投手出身監督であることから、やっぱり持ちは持ち屋なんだよね、だから野手のこと関して隅々まで目が行き届くのかどうか、しかも今のチームの課題は打線だけにね、野手目線でサポートしてくれる有能なヘッドコーチが必要だと思う、との見解を示した。中田氏は続けて、藤川監督の解説は納得できる部分が多い、それでも納得できる部分というのは配球論であったり精神的な部分であって、打者のテクニカルな部分について語っている印象は薄い、そこはやっぱり野手出身の人にサポートしてもらうのが一番だと思う、と付け加えた。コーチに経験、投手出身ということが良くも悪くも目を引いているが、このチームについては守備力、センターラインの見直しと打撃の向上が必須かと、そういった意味では良い打撃コーチ、ヘッドはやはり欲しいところだろう。今シーズンの打撃陣は森下選手以外ほとんどの選手が昨シーズンの成績より落ちています。監督も変わったので大きく変化するのではないかと思いますし、投手陣ももう一度整備してほしい。岡田監督も頑固だったが、藤川監督も負けてないので期待します。良い方に転ぶか悪い方に転ぶかわからないけど、阪神にしてはせっかく思い切った起用したんだから、まずは1年は好きなように任せてもいいんじゃないかとなぁとは思う。投手目線で打者を見るというのも視点を変えることにもなるしね。少なくとも打撃コーチは藤川さんの物言える人の方が良さそうな気はする。福留、赤星ぐらいが入閣してくれたら頼もしいけど、今朝のオファーさ見る限りなさそうだし、なんとか入ってくれないかな。福留なんかを超思う、一段階レベルアップさせてくれそうだけど、小屋のはどうなんだろう。藤本、勝則がヘッドカクって言われてるけど、どう考えても迫力不足、あの二人じゃ今年の頻度は変えられない。小屋の翔平って話にしても運だよね。多分ないと思うけど、朝のおはよう朝日ですで福留が周りの出演者にコーチについて振られて意味深に笑っていた。会見の話では自分に相当な自信があるらしいけど、やるのは選手やからね。それだとどう考えても福留さんが適任なんだけどな。福留康介なら適度にガツンとやってくれそう。阪神の選手はおとなしいので奮起させてほしいわ。福留、いいね、そうきたか、それは良い人選だと思う。私も福留さんは賛成、厳しくも優しい。野手出身の有能なヘッドね、フジモンではないな笑い。赤星さんにヘッド兼走塁コーチをやってほしい。コーチ人事をどうするのか気になる。そのテクニカルなら打撃横やので大丈夫。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。